皆さんこんにちは、増山です。今日はですね、文部省唱歌になりますかね、もみじとね、こういった曲を練習をしていきたいと思います。私の住むところではね、もうほとんどね、紅葉はですね、この落葉をし始まりましたけどね、まあ関西とかね、九州の方はいかがでしょうかね。はい、そんなことをですね、この秋のね、このもみじ綺麗でしたよね。それなどを思い出しながらですね、この曲を練習していきたいと思っております。ね、よかったら皆さんもね、一緒に練習をしていければと思います。はい、じゃあ早速始めていきますね。はい、ここですね。はい、この時ね、難しいのはね、この最初のこの間音の3になりますよね。こういった音ね、こうスーッとこう自然に出るっていうのが難しいんですね。私らはね、この冬はね、もう50年以上もね、吹いてるわけなんですけど、それだってうまくいかないんですね。こういった吹き始めですね。あとはこの、この今2小節目の終わり5ですね、5のローンですかね、ローンの5ですね、この音だとね、この吹き終わりといいますかね、まあそういったところが結構ね、この難しいっていうかね、はい、そういうわけなんですけども、はい、もう一度やってみますね。この最後の今5のローンね、この時はもうほとんどね、もう息はいらないんですね。はい、まあそういうものね、これだけ吹くのにですね、私らはまだおそらく息の量を半分ぐらいしか使っていないんじゃないかと思いますけどね、まあ、そのぐらいね、しのぶ時代もこういった細いですね、むしろね、あんまり強く吹かない方がですね、しのぶ全体から音がね、響くとかね、そういったことでね、いいわけなんですけどね。はい、じゃあ次行ってみますね。ね、軽くね。ね、こんな感じ。ね、十分ですよ。この1の、まあ、間音になりますけどね。はい、まあそんなことと、あとこの終わりの2の音ですね、これも高音になりますけども、これらは少しね、こう勢いをつけるとかね、まあ歌で言うと、まあ、バイブレーションっていうかね、そんな感じになるかと思いますけどね、少しこうね、揺らしてやると、まあ、いい感じになるんじゃないかと思いますね。はい、じゃあここまでね、もう一度ね、初めに戻ってやってみますね。ここの部分はね、一番最初の吹き始めと指の運指でね、まあ、同じなんですね、これね。はい、ただ歌詞が違いますのでね、歌詞のイメージを持っていくと微妙にね、こう息遣いっていうかね、それも違ってくるんじゃないかと思いますけどね、まあ、指の方は同じってことですね。はい、じゃあ次いきますね。違うのは、まあ、一拍ずつね、3、2、1といくわけですけども、この時ね、なるだけね、こう息揺りとかね、揺りを使って、ね、やると、まあ、吹くとね、いいじゃないかと思いますね。なんかはね、この、この間音の5ですか、この音ね、これもね、間音でね、どうしても、
息にスピードというかね、強く吹かないと音が出ないというね、そういう感じがありますので、どうしてもこの音が、ね、強くなりすぎるんでね、そうすると全体的にですね、そこだけがですね、音がね、なんかね、抜き出るとか暴れてしまうとかね、そんな感じを受けちゃうんですね。ですから、まあ、自然にね、出るようにしたいわけなんですけどね、やってみますけどね、なかなか私もね、思いにはいかないんですけども、こんな感じかなと思いますけどね。はい、じゃあまた次いきますね。次はね、この関音の5からというですね、これがまたね、厄介なんですね。どうしてもね、先ほどから言うように、このね、音を出そうと思ったりね、あるいはね、なんでしょう、この関音のね、5、6、7、7と、ある程度こう強く吹くというかね、息にスピードをつけなきゃならないもんですから、どうしてもね、強くなりすぎちゃうんですね。ですからね、その辺をね、この工夫をしてね、少し抑えながらですね、しかも音程が外れないようにこれ吹いていくわけなんですけどね、これが結構難しいんでね、はい、やってみますね。この出しですね、この関音の語、難しいですね、はい、私もうまくできません、はい、その後もですね、また関の語から出るわけでね、これも結構難しくなりますけどね、終わりのところはね、ゆったりとね、終わった方がいいんじゃないかと思いますけどね。まあこんなことで、今回はね、このもみじをね、一緒に練習することができればと思って選んだわけですけどね。まあ皆さんどうでしょうかね。なかなかね、簡単そうなんですけど難しいんです。こういった曲はね。はい、それだけにね、練習の違いはあるかと思いますので、ね、まあ、時間をかけてね、じっくり、練習されればね、だん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 レベルはアップするんじゃないかと思います。私もですね、だいぶ前に吹いて、もう最近はこういった曲をやらなかったもんですから、今回思い出しましてね、こうしてやっているわけですけどね、まあ皆さんと一緒に練習できれば、本当に楽しくね、やることができるんじゃないかと思います。それじゃあね、最後になりますけども、まあ一通りね、また、通して吹いてみますね。今日はね、以上になります。文部省唱歌であるもみじをね、吹いてみました。少しでもね、参考になれば幸いです。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。